こんばんは。今日2017年の7月の公認の真剣もし、えー、生徒から質問された部分です。交差が2の等差数列 AN があり、数列 AN の初項から第 N 項までの和を SN とすると。1、A1 イコールマイナス12とすると。数列 AN の一般項 AN を N を用いて表せ。2番、A1 イコールマイナス12とすると、S。SN を N を用いて表せ、また SN を最初にする N の値とその時の SN の値を求めよう。3、 k A1 イコールマイナス 2K のとき、なんから K が自然数ってことから、これマイナスですね、ショックがマイナス。えっ、ー、と、SN の最小値を K を用いて表せ、またこの最小値を BK とするときのシグマの K が1から20の BK の値を求めよう、これ2番,2番が数字だけど、3番は文字ですね。2番が数字、3番が文字になってますね。だから2番と3番対応してますね。はい、じゃあ行きましょう。 えっと一番は、初項がマイナス12、交差が2だから、まあこれですね。まあ一応なんか説,説明書いた方がいいですけど、初項がなんぼ、交差がなんぼですね。で、二番。えっ、ー、と、SN は、じゃあ、えっ、ー、と、項数が N で、2分の1かけて、公式通りです。初項を足す真っ向。真っ向これですね。真っ向はこれと。じゃあ、N 括弧 N 引、まあ、く13。もしかして展開してもいいです。で、また、えっ、ー、と、ここの部分。これ、真っ向扱いですね。真っ向。真っ向が、風を考えます。 つまり今から最初を考えるので、えー、これが負になる瞬間が7。7よりちっちゃい。だから A はその自然数だから、123456の時 AN が負になりますよね。で、一応 S6 調べたらこうなります。で、ちなみに S7 も調べると、こうなります。実はこれとこれの関係がね、3番でも使えるんですよ。よって N が67の時に SN の最小値は42と,としてください。だから一応、 一応あ 7, 以下7未満になるんですけども一応7も調べるっていう形ですねこの関係が3番なんです実は3番もそういう感じで三番等差数列 AN は初項がマイナス 2K ですね初項で交差が2と,ということは AN は一般項はこうですねえっ、ー、とマイナス 2N あ違う 2N 引く二 k マイナス2でここで K は自然数だからマイナス 2K は負ですよね当然 K が,ふ K があのプラスなんだから。で、SN は、じゃあ、公式通り、二分の1かけ、交数、諸を真っ向。マっ向ってのはこれですね、一般号ですね。で、計算すると一応こうなると。で、ここの部分を0よりちっちゃいでいきますよ。こ,この部分を0よりちっちゃいと。そしたら、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あ、違う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 ,う。ここの部分か。ここの部分を0よりちっちゃいと。でいきますよ。この、これ一般号ですよ。 で調べると N が K たす1よりちっちゃいっていうことは N は123456の K までですねでそれで AN は負になりますよね、AN、つまりこの一般項が一般項が負ちょっとえちゃう一般項は今これなのでこれをさっきの2番と全く一緒ですよやり方えっ、ー、と0よりちっちゃいでやると N が K たす1よりちっちゃいつまり N が123456で K までの時は AK は負になりますということは SK 調べますよ SK SK が回答なんですけども、さっきと同じ。S の K たす1も調べてみると。さっき全く一緒ですね。さっきは2番は、えっ、ー、と、これが N が7より小っちゃかったですね。だから、6と7を入れてみたら答えが一緒だったと。で、今回も一緒。K たす1より小っちゃいってことは K まで。でも S S、SK と SK たす1を調べてみます。そしたら実はね、回答一緒なんですよ。だから N のところに、N のところに K 入れますよ。N のところに K を入れる。もしくは K、K たす1を入れると、 えっと S K、sk がマイナス -k 二乗マイナス -k と。sk 足す1が同じようにマイナス -k 二乗マイナス -k と。っていうことは、sk イコール sk 足す1となって、sn の最小値はマイナス -k 二乗マイナス -k。これがじゃあ bn ですね。あ、bk か。これが bk ですね。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、bk、bk でいいかな。じゃあ、 bk, 今の、今のが bk だから、シグマの k が、k から、k イコール1から20のマイナス k20 をマイナス k。あとはもう分配だと公式通りやってみてください。マイナス3080と。マイナス3080となります。よろしいですか。はい、じゃあ、失礼します。